マルセロヌのドゥアルテ・レベロデ・ソーザは、ポルトガルの政治家。2016年3月9日から、同国の大統領を務める。かつては、閣僚や国会議員を歴任し、また法学教授、ジャーナリスト、政治アナリスト、政治評論家でもあった。バルタザール・レベロデ・ソーザとマリア・ダス・ネーベス、フェルナンデス・ドゥアルテ夫妻の長男として、リスボンに生まれる。名前は、 大父を務めたマルセロ・カエターノに由来する。リスボン大学の法学部で行政法を専攻し、修士号と博士号を取得した。その後も同大学で法律を講義した。エスタドの防災成果で弁護士となり、後にジャーナリストに転身した。社会民主党に入党後、国会議員となり、1976年のポルトガル憲法の起草に携わった。その後、 フランシスコ・ピントバルセマン首相の側近に上り詰め、ピントバルセマンが所有する新聞、エスプレッソ紙の共同総監者、取締役、理事も務めた。また、市民団体、セデスの発起人や、セマナリオ紙の総監者権理事長でもあった。TSF のラジオ番組では、大物政治家に0から20までの点数で評価を、下す、政治アナリストやコメンテーターとしての活動を始めた。 1989年には、リスボン市長に立候補したが、ジョルジェ・サンパイオに敗れた。しかし、市議会議員には当選した。選挙運動でレベロデソーザは、一部の人々が、タグス川は汚染されていると主張しているのは間違いで、あることを証明するため、その川に飛び込んだ。1996年3月31日から1999年5月27日まで、 レベロデ・ソーザは、社会民主党代表を務めた。その間の1998年には、民主社会中道、人民党と提携し、民主同盟という中道右派の連合を結成した。その一方で、欧州人民党、欧州民主主義グループの副代表にも就任した。人民党のパウロポルタス代表は、週刊誌、オインデペンデンテの取締役として、 アニーバル・カバコ・シルバ政権を攻撃していたため、ほとんどの党員は、この連合を喜ばなかった。地方政界においても、カスカイスやセロリコデバストの市長を務めた。レベロデ・ソーザは、民間放送局のティビンや、公共放送局の RTP で、政治分析番組を持っていた。そこでは彼は、今日最も資料分別を備え、かつ、先見の民のある、 政治アナリストと紹介されていた。レベロデ・ソーザの評論は政治からスポーツまで多岐にわたり、新刊本の紹介や評論を行うこともあった。しかし、時にはそうした評論のいくつかが個人攻撃や政治的な攻撃であるとされ、論議を呼ぶこともあった。特に、ペドロ・サンタナ・ロペスは頻繁にレベロデ・ソーザから攻撃された。レベロでソーザは彼を好戦的で、 本望を持っているようであり、怒りっぽいと形容し、共和国大統領としての資質に欠けると非難した。レベロデ・ソーザのロペスに対する敵は、ロペスの首相就任後も続き、彼に関する評論は、彼は最悪のグテーレスよりもひどいとか、グテーレスがまだマシに見えるという言葉で締めくくられるのが、常であった。この間、レベロデ・ソーザは、大統領から、 国家評議会委員に任命された。また、2007年の人口妊娠中絶に関する国民投票ではプロライフ派の代表的な人物となった。2016年1月24日、レベロデ・ソウザは大統領選挙の第1回投票でポルトガルの大統領に当選した。彼は無所属で立候補し、恩恵路線や党派間の合意を訴えていた。 選挙期間中には政治的な分裂を修復し、ポルトガルが欧州連合から財政支援を受けていた2011年から2014年までの苦難を克服すると約束した。前任者のアニーバル・カバコ・シルバとは異なり、レベロデ・ソーザはそれまで一度も国のトップの地位についたことがなかった。2021年1月24日の大統領選挙では第一回投票で、 得票率60.7%を獲得し再選。1972年7月27日、レベロデ・ソーザは、エボラのサンベントド、マト教区で、アナクリスティーナ・ダガマ・カエーロ・ダモタ・ベイガと結婚した。彼女は1950年6月4日に、アントニオ・ダモタ・ベイガとマリア・エミーリア・ダガマ・カエーロの、娘として、ディスボンのサント・ソベリョ教区で生まれた。二人の間にはの二児が生まれたが、 1980年に二人は別居した。しかし、レベロデ・ソーザの宗教的な信念から離婚することはなかった。レベロデ・ソーザは1980年代に元の教え子でリスボン大学法学部の同僚となっていた人物と交際を始めたが今日に至るまで同性には発展していない。レベロデ・ソーザ本人のことによると毎日4時間から5時間しか眠らず、 1>, 1日に2冊の本を読破する。サーフィンの熱心な愛好家で、カスカイスの銀著海岸でサーフィンを行う。ローマ教皇フランシスコとレベロデ・ソウザは、ポルトガルの大統領として、バチカン、スペイン、モザンビークとモロッコを訪問している。最初の訪問国となったバチカンでは、ローマ教皇のフランシスコや、ピエトロ・パロリン国務長官と会談した。ありがとうございます。